よろしく頼む。皆さんこんにちは、松田るかです。今回のルカチューブはラジオ形式で撮っていこうかなと思っております。まあね、そのお料理中だったりとか運転中だったりとか、まあお勉強中だとあれかな、なんか勉強半分ラジオ半分になっちゃうからちょっとあれかもしれないけど、まあそんな作業中、目を離せない作業などをしてる間になんか皆さんに提供できるエンタメないかなと思って、今回ラジオ、まあ第2弾なんですけど、やっていこうかと思っております。まあ前回と変わらず iPhone のマイクで録音しているため音質がガッビガビなんですけどそこはごめんなさい、お許しください。まあ今回は何の話しようかなって思ったんですけど、その好きなものの話しようかなと思って、今回は宇宙の話しようやないかっていうやつです。宇宙の話したい、すごい好きなの私宇宙。ルカチューブでも部屋に宇宙柄の布を貼って自らも宇宙人になって、まあいろんな意味で宇宙にトリップしてしまうっていう動画を撮ってしまうぐらい宇宙好きなんですよ、本当に。だし最近見なくなったんですけど、なんか宇宙柄の服流行ってる時期ありませんでした？あったよね、ありましたよね。なんかその宇宙柄の服を着てしまうぐらい宇宙好きです。着てしまってた、なんか一時期すっごい宇宙柄の服流行ってた気がするんだけどな、なんか流行ってて急に私の周りで、で私もまあ例に漏れず宇宙柄の服買ってすごい宇宙なコーデをしてた時期がありました。まだね二十歳になってない、成人する前、高校生あたりから、まあでも1年2年だけかな、すごい短い流行りでしたけど、なぜかあの時期すっごい宇宙柄のあれこれ持ってた気がするそうハマるとなんかそればっかりになっちゃうんですよね、昔から。なんかね、そうなんか大学生とかで思い出したんですけど、18、19ぐらいの時に私ところてんにハマってた時期があって、沖縄でところてんってあんまり見ないんですけど、東京来て初めて知って、うわさっぱりしてる美味しいと思ってところてんばっかり食べてる時期があったんですよ。その時体重がどん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 減少して、月のものが止まってしまうぐらい体重が激痩せしたことがありました。ところてんにカロリーがないなんて知らなくて、美味しいなと思ってたらどんどん不健康になっていきました。そう、まあとにかく好きなものの話しようっていうことで宇宙の話しようかなって思ってるんですけど、でも別に何でしょう、宇宙に関してそんなに別に詳しいわけでもなく、なんか宇宙ってまだどんどん広がってるんでしょとか、地球って回ってるんでしょぐらいの浅い知識しかないんですけど、まあね、このラジオを撮ろうと思って宇宙についてちょっと調べてきました。そのね、いろんなものが謎なんですよ。その子供たちの宇宙への疑問に、なんか宇宙博士が答えましょうみたいな、そういうサイトを見つけて、それすごい読んでたんですけど、ひらがなばっかりのサイトを。で、そしたら子供たちから、例えば、なぜ地球は自転をしているのでしょうかっていう質問があったりしたんですけど、まあ宇宙博士は、これは非常に難しい質問じゃな。だが地球がなぜ自転しているのかは未だにきちんと解明されていないのじゃよ、みたいな感じで書かれてて、大体その質問何にも分かってないんですよ。なんか子供たちがいろんな質問しても大体宇宙博士、それは難しい問題じゃなから始まり、ちゃんと解明されていませんっていう回答ばっかりなんですよ。つまるところ宇宙って謎が多い、だからたくさん質問はあるのに答えが全然出てないっていう、まあ非常にミステリアスかつ夢のある場所、それが宇宙なんですけど、急に片言になっちゃった。そう、まあ子供向けのサイトはその宇宙博士が何も答えられなかったのであんまり参考にならなかったんですけど、その大人向けの宇宙の記事とかは結構面白くって、その月面にピラミッドの影が映っていたみたいなのとかあったりして、でもなんかそれ NASA かどっかは、いやあれピラミッドじゃないよ、全然何も映ってないよ、わかりませんみたいなこと言ってるらしくて、なぜ固くなに隠してんだろうピラミッドのことと思って、でも実際写真も載ってまして、なんか写真見る限りだと、あマジピラミッドだって感じなんですよ。三角だし、なんていうの、三角錐
あれ三角錐っていうの？え、違う？三角錐ってあれ丸っこいやつ？え、あれってなんていうの？三角の、そこが四角でさ、三角、二等辺三角形、もしくは正三角形がこう、頂点を結んで、こう。あれなんていうの？やばい、バカが露呈してる。だけどまあ、その完全にピラミッドの形なんですよ。だけど NASA は隠蔽しているっていう。面白いのがあったり。あれもありましたよね。なんか、人の顔？月面に。人の顔みたいなのが映ってるぜ！みたいな記事もありましたね。まあ、私も写真見たんですけど、あれはちょっと顔に見えた何かな気がしますね。人間ってほら、点が3つあると顔に見えてしまうっていう、なんだっけ、なんか現象の名前あるじゃないですか。あれは、それなんじゃないかなって。あれはそれってなんだ？アレリーマンみたいなこと言ってる。アレリーマンって通じますか？これ私が言ってるだけなのかな？アレリーマンって。なんか、ま、大人になるとっていうか、まあ私若い時、子供の時からもそうだったんですけど、物の名称とかが全然出てこなくて、ほら、あれがさ、これでさ、そうでさ、どうしたみたいな話をするときに、アレリーマンって言ってるんですけど、そういう人たちのことを。アレリーマンって何なんだ？皆さん言いますか？私だけなのかな？か、なんかで出てたやつなのかな。アレリーマンってお話あった？そんなのないですよね。ゴリラーマンしか知らない。あの自転車、お化け自転車みたいなやつ、ゴリラーマン。あ、そうだ、ゴリラーマンで思い出したんですけど、最近どこだったかな、どっかの道通ってた時にゴリラーマンの T シャツが売ってました。ちょっとビッグシルエットな T シャツのど真ん中に大きくゴリラーマンの顔がダーンって貼られてて、いやまあポップで可愛いんですけど、これ着て歩くのちょっと勇気いるなーって思いながらお店の前を通り過ぎました。何の話してたんだっけ。そう、宇宙の話ですよ。え、なんでゴリラーマンの話になったの。不思議ですね宇宙の神秘ですね。あ、そっか、あれあればっかり言ってたから、アレリーマンからゴリラーマンになったんだ。マンしか当たってない、めちゃくちゃだな。そう、なんかまあ宇宙の話してるんですけど、全然時間余ってるな。なんか他の好きな話もしようかな。あ、でもあれか、宇宙に興味を持ち始めたきっかけみたいなのから言おうかな。なんか多分すごい幼少期からうっすらその宇宙の神秘、ミステリー、イエーイみたいなとこはそこちょっと興味は持ってたんですけど、中学生くらいからかな、なんか夜になったら屋上にキャンピング椅子、キャンピングチェア、なんていうの、あのほら監督さんが座るような椅子を屋上に出して、そっからずーっと星空を眺めるのにハマった時期があって、多分宇宙好きだって思い始めたのそっからですね。でまあ星空を最初ぼーっと眺めてただけなんですけど、やっぱり見てるとどれが何座だって分かりたくなるじゃないですか。だからなんだ、学校の理科の時間に配られる、なんか、星空、なんて、これ見たらこれが何座だってわかるぜ、みたいな変な、ボードみたいなのがあって、それで、あ、これ何座なんだ、ふん、あれ何座なんだ、って言って、見てましたね。やっぱり沖縄ってすごい夜になっても暖かいので、夏はまあ、すっごい暑いんですけど、冬も、まあ、そんな凍えて死んでしまうほどではないので、年がら年中見てましたね。で、なんか高校3年生になって車の免許を持つようになったら、夜は車でドライブに行って、どこに行くのが好きだったかな？南城とか糸満の方に行くのが好きでした。まあ多分これ、沖縄以外の方全然ピンときてないと思うんですけど、南の方です。沖縄本島の南の方に行って星空を、なんか暗いとこで星空を見るのが好きでした。で、南の方、なぜ南なのかっていうと、沖縄の下の方は伝承菊っていう、菊の花です。菊の花を夜中に光を照らして栽培するっていう、なんか謎の、なんであれ照らしてんだろう。なんで？まあ、詳しくはわかんないんですけど、夜間も茎じゃない、菊に光を照らして栽培しますっていうのがあって、それがすごいね、イルミネーションみたいで綺麗なんですよ。
そうだからイルミネーション代わりにその伝承菊の花畑を見て、星空も見て、でまあ海の近くで見るとその真っ暗な中で波の音も聞こえて、星空も見れて、ラッキーだったら流れ星も見れるよみたいな、もう最高なんですよ。最高。あ、思い出しただけで本当にワクワクしちゃう。まあそんなの、そこからですね、多分宇宙、ワイ宇宙好きやなって思い始めたの。多分本当にそっから。で、まあ今までも全然普通に宇宙好きだし、まあ詳しくは全然ないんだけど、うん、そっから好きだな。うん。他の好きな話しようかな。まだ全然時間あるから。他の好きなものといえば、ラーメン。ラーメン大好きなんですよね、私。本当に。で、まあここ数年はずっと二郎系にお熱で、まあ二郎にハマったきっかけとかも言おうかな。なんか私昔、まあどこの店舗とは言わないんですけど、ラーメン二郎のめっちゃ近くに住んでたんですよ、昔。昔って言っても5年前 ?5 年前かな?ぐらいに二郎の近くに住んでて、連日大行列じゃないですか。で、なんであんなに並ぶんだろうと思って、興味を持って気になって行ったのが初めて。で、やっぱり他のラーメン屋さんって履かないじゃないですか。麺が気づいたらないっていう状況。そのやっぱりスープに色があると麺の残量って目視できないじゃないですか。だからそのまま、あ、美味しい美味しい美味しいって食べ進めていくと、スカッって箸がこのスープの中をスカッってなる瞬間。あの瞬間、マックス切ない。ラーメン食べてて一番切ない時間だったのに、ラーメン二郎はお腹いっぱい麺が食べられるっていう、このあのガツンとくる味の感じも好きなんですけど、まあ何より量が多いっていう、大食いマンにはすごいありがたいあれなんですよ。そこで魅力ハマりましたね。もともと多分沖縄出身なんで味食うた、味の濃いものが好きなんでしょうね。でも沖縄あんまり味食うたじゃない、いや食うただな、味の濃いものが多いので、多分、九州全体そうなのかな?なんか味の濃いものが好きだったっていうのもあり、お腹いっぱい麺が食べられる、切なくないラーメンっていうことでヒットしましたね、私の中で。そう、まあ、最近はちょっとね、世の中のあれがこうなので、あまりラーメン屋さんにも行けてないのが事実なんですけど、ね、新しいとことか開拓してみたいですよね。やっぱり電車で移動するってなると、その、駅から遠い店舗さんとかなかなかお伺いできないじゃないですか。その北関東の方とかも、すごい美味しそうなラーメン屋さんたくさんあるんですけど、なかなかね、駅から遠かったりするので、あ、こりゃ車かなと思ったりするんですけど。あとね、私、意外と知られてないんですけど、ラーメンの他にうどんも好きで、うどんを食べるためだけに四国に行ってしまうほど、うどん大好きなんですよ。うどん屋も、なので結構巡ってます、実は。まあ、ラーメンほどインパクトがないので、そんなに出しても受けないかなと思って。まあ、受けを狙ってるわけじゃないですけど、うどんもすごい好きですね。で、まあ、いろいろあるじゃないですか。稲庭うどんとか、さぬきうどん、武蔵野うどんとかあるんですけど、やっぱさぬきが好きですね。太め、もちもち、コシがあって。まあ、全部いいんですけどね。小麦が好きなんでしょうね。その沖縄そばもすごい好きなんですよ。沖縄そばも、もうそば粉入ってないじゃないですか。基本的に小麦なので、小麦が好きなんだろうな、私。けど、あのパンとかは別に好きじゃないって言ったらあれだけど、そんなにテンション上がらないかも。パン。やっぱ朝ごはんに、やっぱホテルとか泊まったりすると朝ごはん選び放題じゃないですか。いっぱいあるし。その時にパンかご飯かって言われたら、100でご飯。やっぱ日本人は白米から始まるやろと思って、白米ばっかですね。でも小麦ラバーなので、なんか美味しいパン屋さんおすすめあったら教えてほしいですね。ちょっと毛嫌いっていうか、日本人なら米だろうってことでパンあんまり食べてなかったんですけど、ちょっとパン屋さんも知りたいかも。美味しいパンあったら教えてください。あの甘いパンがいいかな、惣菜パンよりは。甘いパンって言ったらすっごい甘いの来そうかな。なんか普通の食パンとかでもいいんですけど、あのお惣菜パンじゃないパンのおすすめ教えてほしいなって思ってます。なんだろうな。でもなんか私の友達、地元の友達でパン屋さん巡りしてる子がいて、なんか沖縄にもそうやって
いろんなパン屋さんできてんだなって思いましたっていう、どうでもいい話です。現場からは以上です。次の話題です。次何の話しようかな。まあ好きなものの話ですよね。でも好きなものってそうパッて出てこないよな。まあ今食べ物と宇宙の話をしたので、あとはなんだろうな、好きな〇〇の話、あ、山と海だったらどっち派ですか皆さん。自然の風景何が好きっていうやつ。私ね、やっぱ海かなって思うんですよ。まあ出身が沖縄っていうのもありますし、海やっぱ音聞いてるだけでもすごい癒されるなーって、リラクゼーションやなーって思うんですけど、でも沖縄山ないんですよ。そういえば、あの沖縄にも山らしきものはあるんですけど、その山って認定されるにはその高度何メートル、高度っていうの、標高何メートルみたいなのが何千何百決められてて、それを超えてないと山っていう認定じゃないんですって。で、沖縄には山がなくて、あれ全部丘らしいんですね。丘とか竹とか、竹は山になっちゃうのか。で、唯一宮古島だったかな、石垣島だったか、どっかにおもとだけ、おもろだけ、おもとだけっていうのがあって、それが沖縄唯一の山だから、本島には山はないみたいです。で、上京して山登ったのは高尾山ぐらいかな。全然山に触れてないんですけど、でもね、山も気持ちいいなって思った、その登った後の、なんていうの、開放感たるや、うわー登ったーってなるし、ヤッホーってやっぱ言いたくなる。ヤッホーめっちゃ面白くないですか。私高尾山に行った時にヤッホーって言ったんですけど、全然違う、普通に人からヤッホーって届きました。なんか山彦って自分の声が返ってくると思ったら、ヤッホーって叫んだら全然違うとこから違う人がヤッホーって返してきて、ああ思ってたんと違うってなったけど、でもそれはそれですごい嬉しかった。なんか私のヤッホー誰かに届いたんだなと思って。ヤッホーって何？やばくないですか？ヤッホーってめっちゃ言いにくい。え？日本語じゃないのかな？ヤッホーって。あれ？でもさ、海賊用法みたいなの言いません？あれかな？あれが日本に伝わってどうにかこうにかなってヤッホーになったのかな。めちゃくちゃ気になる。何なんでしょうね、ヤッホー。めっちゃ気になる。そういえば今もまだあるのかな。なんか金沢に旅行に行った時に、あのヤッホーって言うとお茶漬けが出てくるお店みたいなのがあるらしく、まあ、私金沢に旅行に行った時そのお店お伺いできなかったんですけど、お店入ってなんか噂なんですけど、どうやらお店に入ったらヤッホ以外口にしてはいけないという、なんか暗黙のルールがあるらしくって、でお店に入って、まあ何名ですって言って席に座ってヤッホって言うとお茶漬けが出てきて、おかわりもできるんですよ確か。でおかわり欲しい時もヤッホっつって、あのおかわりもらうらしいんですよ。だこんなんだったかな。なんかとにかくヤッホ以外口にしてはいけないみたいな謎のルールの茶漬け屋さん、茶漬けだったかな、なんだったかな。でもなんか締めに食べたら幸せになれそうな食べ物だった気がするのお店でヤッホっていう。でも店名は全然ヤッホじゃないんですよ。まだあるのかな。でもね、私がその話知ったのももうね数年前の話だから、まだやってるといいな、ヤッホ。そう。まあ、その海か山かっていうと、やっぱ不動の海だけど、上京して山の良さも知ったよっていう、ヤッホって言ったら帰ってくるしね。暖かい。あと、あ、そう。山に登ってて、あ、こういうルールがあるんだと思ったのが、あの、すれ違う人に、なんか皆さん挨拶しませんか？なんか私が、その高尾山登ってる時に、そのすれ違う男の子が、こんにちはって言ってくれて、あ、こんにちはって返したんですけど、その後もやっぱすれ違う方、皆さんなんか、あ、こんにちはみたいな挨拶してくれて、なんかすごい元気をもらえる。なんか、あ、日本人こんなに挨拶してくれるんだと思ってすごい嬉しくなっちゃいました。まあ私も日本人なんですけど、そう、最近ってかもう、もうずっとですけど、
挨拶してくれない人が多くて悲しいんです私。まあ確かに私もその学校の校門で先生が立ってておはようございますとか言うときによしみたいな感じで通った時期もありました。中高生の時おはようございますって言って朝学校を登校してた時期もありましたけど、そのやっぱなんて言うんでしょう、同じマンションとかの下ですれ違うときにあこんにちはとかこんばんはとか私は結構言うようにしてるんですね。やっぱり同じ屋根の下暮らしてるし仲良くしようぜと思って挨拶してるんですけど、もうみんなまあイヤホンつけてる人も多いから聞こえてないのもあるかもしれないんですけど、それでも会釈ぐらい欲しいじゃないですか。欲張りすぎ。そうだからイヤホンつけてて私の声届いてなくて、私がこんにちはって言ってもスンスンってすごい悲しい気持ちになる。でも郵便屋さんとかは返してくれる、宅急便とか。彼らはまあお仕事中だから返さなきゃいけないのかな。だけど郵便屋さんがポストにいろいろ投函しててあこんにちはとかやってこんにちはって返してくれるからすごい嬉しい。挨拶しようぜみんなみんなって思います。そうだから山に行った時にあこうやってすれ違う方と挨拶するっていうなんか暗黙のルール文化があるんだなと思って、それはねすごい山いいなって思ったポイントの一つかも。あーでもな、海は髪がギシギシになるし、なんかそこにナマコがいて踏んですごい嫌な気持ちになる。だから多分入らなければいいんでしょうね。その、見てるだけ。リューチェルも言ってたんですけど、やっぱり海は入るものじゃなくて見るものって言ってて、あ、だるだなって、その通りだなと思ったんですよ。入るとね、日焼けするし、髪ギシギシだし、髪の毛染めたての人どんどん色抜けてっちゃうし、なんかゴツゴツしてたりすると足痛いし、ナマコ気持ち悪いし、なんかよくわかんない魚とか打ち上がってたりするし、やばい。クラゲいるしね、危ないよクラゲ。気をつけてくださいね、ミノカサゴとか危ないんで。そうだなぁ、海。でもやっぱ海好きですね。母なる海。あ、そうそうそう、ちょっと怖い話していいですか？なんか沖縄だけなのかもしれないですけど、お盆の時期に海には行くなって言われてて、そのお盆に海に行くと海の中に引きずられるよっていう、なんでかはちょっと忘れたんですけど、まあ、とにかくお盆に海には行くなっていう。だけど夏休みじゃないですか絶賛多分。でお盆の時に実際海に、お盆ちょうどだったかな、わかんないけど、そのお盆ぐらいの時に海に行ったことがあって、いとこと、まあ、そもそもいとことだったのかも忘れたけど、でね、まあ、とにかく複数人で行ったわけですよ海に。そしたら海から手が伸びてんの見たんですよ私。はぁ、そう、海から手が伸びてて、まあ、でも誰も引きずられなくて無事に帰ってこれたからよかったなっていう話なんですけど、でもね怖いのはここからなんですよ。その海から伸びていた手の記憶があるんですけど、なんせ幼少期の記憶なので本当にあった話なのか、それともテレビで見たことをまるで自分の記憶かのように、なんていうの、インプットしてしまってるだけなのかがわからないっていう二段怖い話なんですけど、あれ結局本当にあった話なのかな。でもね、見たような気がするんですよね海から手生えてんの。でも確かにテレビの影響だった可能性も全然あるよね。どっちなんだろう。でね、山の嫌なとこあんまりないかも。だってもう虫いるのとかしょうがないし、まあ、そんなこと言ったら海にクラゲいるのもしょうがないか。私虫はそこまでビビらない方なので、うん、そうそう、もう話がどん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 飛んでって全然好きなものの話してないんですけど、現場でお子さん、子供、まあ6歳くらいって言ってたかな、次小学校上がるって言ってたかな、まあ、子供と現場に入ってる時に、まあロケしてて、で、東屋みたいなとこでちょっと休んでたんですよ、休憩してて。そしたら、その東屋のテーブルの下の方に、セミの抜け殻が、まあ、この時期なのにまだ残ってて、やっぱり長いこと残ってたから、抜け殻もなんかすごい貫禄が出てて、伝わるかな？セミの抜け殻なのになんかいろいろ埃とか雨風受けてきたんだろうなっていう、そのすごい貫禄がついてて、ちょっとわけわかんない生き物になってたんですよ。若干ね。
で、それを見つけた子供が怖いよって言ってヒーって言ってたんですけど、子供の時セミの抜け殻集めるのめっちゃ私好きだったのになーと思って、で、その子本当に虫がダメで、虫どころかクモの巣とかもダメで、で、服に芋虫、ちっちゃい芋虫ついた時もなんか、あ、取って取って取ってみたいな感じになってて、なんか最近の子供って虫ダメなんだなって、まあその子だけかもしれないですけど、なんかちょっとね、切ない気持ちになった。あんなに虫大好きだったのに、すごい好きだった虫、カタツムリとかすごい好きだった。あ、そう、好きだった、好きなものの話に、お、戻ってきたぞ。好きなものの話に戻るんですけど、カタツムリすごい好きだったんですよ、私。まあ、小学校1、2年生ぐらいまでかな、カタツムリに夢中だったのは。なんか雨降るのがすっごい楽しみで、で、雨降るとカタツムリが湧いて出てくるじゃないですか、どっからともなく。で、やっぱ、でっかい、アフリカマイマイぐらいでかいのはちょっと、ノーセンキューって感じなんですけど、すっごいなんか小指の爪ぐらいちっちゃいのいるじゃないですか、カタツムリ。あれが可愛くてしょうがなくて、雨の日はワクワクしながらお外に出て、学校帰り、帰り道にそのままだったりとか、一回帰ってきて、またお外出かけたりして、カタツムリを取ってきて、お家に持って帰るんですよ。で、おままごとセットのお皿みたいなところに、カタツムリ入れて、ラップして、上から爪楊枝で、てん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 って穴開けて、で、母が帰ってきたら、なんか、端っこの葉っぱないかっつって、キャベツの食べられない周りの葉っぱだったりとか、白菜の周りの葉っぱとか、とにかくなんか都合の良さそうな葉っぱをカタツムリに食べさせるっていうのがすごい好きでしたね。食べてんのかわかんないけど。で、次の日起きるとカタツムリは姿を消してて、すべて消えてるっていう。多分私が寝てる間に母が片付けたんでしょうけど、自然に返したって言ってました。そう。だからね、雨の日になるたんびにカタツムリを持って帰ってくるっていうのがすごい好きだったし、なんか例えば今自分に子供がいて、子供が雨の日になると毎回カタツムリ持って帰ってくるって思ったらすっごい嫌な気持ちになる。母は偉大ですね、すごい。嫌だもん、だって毎回毎回雨降って、うわ雨じゃん、カタツムリの日じゃん今日ってなるじゃないですか。あ、都合のいい端っこの葉っぱ探しとこってなる。ちょっと嫌だな、毎回毎回雨の日になるとうちの娘がカタツムリ連れて帰ってくる。ちょっと嫌かも。まあ、で、その後は、あれだな、セミ捕まえるのすごいハマってたな。なんか実家の裏の方にちょっとしたなんか雑木林みたいなのがあって、そこにもうおびただしい量のセミがいるんですよ。で、とにかく虫かごに入るだけセミをいっぱい捕まえて、もうほんと子供って残酷ですよね。もうなんかとにかくぎゅうぎゅうになるぐらいセミを虫かごに詰めまくって、それを持って帰ったりしてましたね。ほんとかわいそう、今考えると。あんな7日しか生きられないんですよ。だってセミ。おっしゃーシャバだーっつって出てきて、ミミミミミーって言ってたらすっごいぎゅうぎゅうにさ、虫かごに詰められて息絶えるでしょ？耐えてない子もいたけど、あ、一応返しますよ、自然に返すんですけど、まあ息絶えてた子も何体かいらっしゃった記憶の中ではいるので。そうね、虫好きだったな。逆にいつからダメになっちゃったんだろう、虫のこと。なんだろうな、いつだろうな。昔はね、なんか芋掘りとかしたら土の中からミミズ引っ張り出したりとかね、トンボいたらとにかく目の前でぐるぐる指動かしてみたりとか、あれ全然捕まんないですよね、ちなみに。誰ですか？トンボの目の前でさ、指ぐるぐる回したら、トンボ目回してマジで捕まえやすくなるぜって言ったの。誰？全然捕まんないんだけど、あれ。トンボ目回さないし。あれ誰なんだろう？トンボ難しくないですか？捕まえんの。やっぱりね、俊敏なので動きが。私、トンボ今まで捕まえられたの人生で2回ぐらいしかない。1回目は、トンボ捕まんなくて、やけになってすっごい虫取り網振り回してたら、奇跡的に入ってたっていう。あともう一回ぐらい、多分あると思う。うん、もう一回ぐらいあったと思う。別に、全然、まあ、一回なのかな？覚えてる限りだと。あ、あと、カタツムリでもう虫の話ばっかりしちゃってるじゃん。最初宇宙の話しようと思っていっぱいネタ持って、なんで、いろいろ調べたつもりだったのに、虫の話、虫ラジオになっちゃった。まあこんな日があってもいいですね。虫のこと嫌いな人すみません。私すっごい虫の話ばっかりしてる。なんかそう、虫の話戻っていいですか？家から近い公園はまあ楽しいけど、
家から遠い公園ってもっと楽しいじゃないですか。なんか家から遠いとこにでっかい公園絶対一つはないですか？ありますよね。何なんだろうあれ。まあでもとにかく家からちょっと遠いとこにすっごい大きい公園があって、もうそれはね、ほぼ森。森だし、森だから自然豊かだし、なんかプラナリアとかいるんですよ。プラナリアって知ってますか？あ、プラナリアも好きだった。え、プラナリアだっけ？プエラリア？プラナリア？プロポリ、な、プエラリアだった気がするんですけど、あの、何回切っても分裂してまた再始動するやつ。あれって何なの？何の生き物なの？なんかすごい軟体動物で、目が可愛い、すごい。なんかキロンってしてる、目が。目がクリクリしてて、で、彼らの体の真ん中からカッターとかでグサって真っ二つに切ると、その、上部と下部に分かれるじゃないですか。で、上部から下部がどん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 再生してって、下部からは上部がどんどん再生していくんですよ。確かね。縦に切っても横に切っても再生する。多分ね、4分割ぐらいまでは全然再生するんですよ。っていう不思議な生き物が、そのうちから、実家からちょっと遠い、ほぼ森な公園にはいて、くらい自然が豊かで、そのまあ、カタツムリラバーだった当時の私は、そこで緑色のカタツムリを見つけたんですよ。すっごい綺麗だった。なんか何、どこが緑かっていうと、殻はちょっと乳白色、透明なんですよ。しかもすりガラスみたいな感じで、ちょっと白くって、まあ、中が透けるような透明の色してて、で、中身っていうか本体、カタツムリ本体が緑色なんですよ。で、緑って言ってもすごい、変な緑じゃなくて、黄緑みたいな。すごい綺麗な色。薄黄緑みたいな色してて。あれ、なんていうカタツムリなんだろう。すごい綺麗だったなぁ。っていう思い出。そう、だから、4時間目で終わりの時、なんか私すごいゆとり真っ只中なので、あの、1週間のうち4時間で終わる週があったりとかして。で、4時間目で終わった時は、まあ、放課後の時間がたっぷりあるので、ちょっと一回お家に荷物置いて、ランドセル置いて、そっからちょっと遠いとこの公園行こうぜと思って行ったりしてましたね。虫の話になっちゃったよ。ぜって言っちゃった。で、今は虫どうなのかって言われたら全然好きじゃないです。カタツムリなんか触りたくない。だって汚い。地面を這っている彼らは。しょうがないね。地面を這うことしかできないんだもん、彼らは。しょうがないですね。まあでも、あの、もちろん虫は苦手になりましたけど、そんななんか叫び狂うほど嫌いなわけではなくて、なんか、うえって、触りたくはないなって思っちゃう。別にそこに存在する分には構わないです。アリンコが服を登ってこようが、いいんですよ、別に。指でつまんでポイって、下に戻すだけなので。ただ、蝶々、お前だけは絶対許さない。蝶々、本当に嫌い。蝶々、超嫌い。本当に嫌。蝶々。もう、すべてが嫌だ。バタフライって名前もやだ。あ、やばい、本当にしょうもないことを考えちゃった。そう、私結構このしょうもないことを思いついて、言おうか言うまいか、すっごい悩んで、ってなっちゃうことがあるんです。今思いついたのは、あの、蝶々をバターでフライにして、バタフライっていうのを思いついたんですけど、あの、今、言ったことは忘れてください。どうしても言いたくなっちゃう。でもこういうことを思いついた時に、あー、バタフライって言いたくなっちゃう。まあこんなもんなのかな。結構喋りましたね。最初はなんか宇宙の話とかしようかなと思ってたのに、気づいたらほとんど虫の話で終わっちゃって、しかも最後にバタフライとかほんとしょうもないこと言っちゃうし、嫌いにならないでください。私はみんなのことが好きです。そうね、実際会いたいですね。なんか私結構人の名前とか顔とか覚えるのすごい得意な方で、あのイベントに来てくださった方とかの名前とか顔とか結構覚えてるんですよ。とか、あと、まあ、最近ツイッターもインスタもコメント閉じちゃってはいるんですけど、よくコメントしてくださる方とかは全然、あ、あのアイコンの方だってわかりますし、そう、せっかく人の名前と顔を覚えるの得意なのに、なかなか今このご時世皆さんにお会いできないので、ちょっと寂しいですね。まあでも、この時期が終わったら、ちょっとね、みっつみつなイベントやりたい。みっつみつにしてやんよって感じで、もうライブハウスとかに
ぎゅうぎゅうに詰めて、なんなら私も客席側にいたいぐらい、三つ三つのやつやりたい。みんなありがとうっていうやつ。はい、ということで、まあ、結構喋っちゃったので、今回はこの辺にしたいと思います。虫の話しててすみませんでした。虫の話ばっかりで。まあ、今回のこのラジオなんですけど、まあ、今後も、なんとなく、ね、頻度上げて続けていけたらいいなと思っております。作業用、ちなみに需要は結構あったりするんですかね？みんな聞いていますか？このラジオ。結構私のパーソナルな部分が露呈する、まあ、そのパーソナルの部分を知りたい方にとってはすごいいいコンテンツにはなってると思うんですけど、印象が変わってそうでそこだけめっちゃ怖いけど。まあ、今後続けていくつもりでございますので、まあ、次のラジオも楽しみにしといてください。ということで本日はこの辺でさよならしたいと思います。では、松田るかでした。じゃあねー。